訃報です。シンガーソングライターの谷村新司さんが亡くなりました。74歳でした。谷村さんは今年3月に急性腸炎で手術をしましたが入院が長引いていました。10月8日に東京都内の病院で息を引き取ったと所属事務所が発表しました。谷村さんは1971年に堀内孝雄さんとフォークグループアリスを結成。その後、矢沢透さんと合流し、冬の稲妻やチャンピオンなどのヒット曲を生み出しました。この時代、アリスの楽曲でフォークギターを始めた人も多かったのではないでしょうか。私の父親は、よくギターを弾きながら、遠くで汽笛を聴きながらを歌っていました。また、文化放送のセイヤングや毎日放送のヤングタウンでは DJ としても若者の心を掴んでいきました。そしてソロ活動に入っても山口百恵さんに楽曲提供したいい日旅立ちや自身で歌うスバルは多くの人の心を魅了しました。その後、上海音楽院名誉教授や東京音楽大学客員教授として音楽を目指す若者の育成に力を注ぎました。また2015年にはこれまでの功績が評価され紫綬褒章を受章しています。アリスとしての活動は一旦休止をしていましたが、来年には谷村さんの回復を待って全国ツアーを行う予定でした。来年のツアーに向けて回復に向かっていると伺っていただけにとても残念です。陳平さんがあの時誘ってくれなかったら今の僕はありません。ずっと一緒に音楽活動ができたことが幸せでした。谷村はもう僕たちみんなの心の中にしか住む場所がないのです。思い出せば必ず胸にやってきます。どうか谷村を忘れないでください。グローバルな活躍をしてきた谷村新司さんですが、私たちにとってはいつまでもアリスの陳平さんです。大阪府河内長野市に生まれた陳平さん、桃山学院大学に通った陳平さん、ヤンタン金曜のちょっとエッチな陳平さん、時にワイルドで時に繊細な歌声の陳平さん、私たちはあなたが大好きでした。そしてこれからも忘れることはありません。ゆっくりと休んでください。ありがとうございました。